オープンウェアモール胸1階オープンウェアモール胸2階東側飲食店街 DCM カーマ鈴鹿中央定イオンタウン鈴鹿は三重県鈴鹿市小野葉山にあるイオンタウンが運営しているショッピングセンターである同じイオングループのイオンモールが運営しているイオンモール鈴鹿と道を1本挟んで西側に位置している2011年9月1日 運営会社の称号変更に合わせ、ロックタウン、鈴鹿ショッピングセンターから、イオンタウン鈴鹿に変更した、イオングループのショッピングセンター。隣接している、イオンモール鈴鹿とは別会社のため、全く別のショッピングセンターであるが、入居テナントは、イオンモール鈴鹿に入居していないテナントのみで、構成されているため、イオンモール鈴鹿の保管店として位置づけられている。なお、 隣接するイオンモール鈴鹿に旧ジャスコのイオン鈴鹿店が入居しているため、投資設内には開業当時からマックスバリュー、ザビックなどの食品スーパーは入居していない。建築物は西側のオープンウェアモール棟は2階層の建築物で、天井部は隙間が開いており、自然を体感しながらショッピングができる構造で、ニトリ鈴鹿店、ユニクロイオンタウン鈴鹿店、 西松屋チェーンイオンタウン鈴鹿店などが入居している。2階には、アミューズメント施設のアピナがあり、ゲームセンターとボーリング施設が併設している。別棟にはスシロー、青いコーヒーなどの飲食店に加えて、スーパー銭湯の花勝負があり、天然温泉と岩盤浴施設がある。また、ホームセンターコーナーには、ペットショップと DIY 作業スペースが存在し、休日のレジャーに適した。 ショッピングセンターとなっている。南北に長い作りで中央部に通路がある構造となっており、北側の1階には大型医療品店、2階にはアミューズメント施設があり、南側は1階、2階ともにニトリが入居している。その間に1階は医療品店や靴店、サービス系の店舗が2階には雑貨店小型の専門店が数多く並んでいる。 ショッピングセンター敷地南側には大型のホームセンターやファミリー向けの医療品が、東側にはスーパー銭湯や飲食店が多く並んでいる。ありがとうございます。